シグナスオーブ D1 はオービタルサイエンシズが開発したシグナス無人宇宙補給機の初飛行。シグナス1、オービタルサイエンシズコッツ実証飛行などとも呼ばれる。オービタルサイエンシズによって NASA との契約下の商業、軌道輸送サービス計画の実証ミッションとして行われた。この飛行でシグナスはソユーズ、スペースシャトル、プログレス、欧州補給機、HTV、 ドラゴンに次いで ISS に到着した7種目の宇宙機となった。o ブ d 1のミッションはシグナス宇宙船の諸女飛行であり、余圧貨物モジュールは標準構成のものが使われた。オービタル社は同機を NASA の宇宙飛行士で、その後オービタル社が雇用しており、2008年3月15日にジョージ・デビット・ローにちなんで名付けた。o ーブ d a ミッションのメディア向けの簡易報告では、 オービタルサイエンシズの執行副社長、フランク・カルバートソンは、我々はシグナスに、デビット・ローの名をつけることを心から誇りに思うと、述べた。アトラスロケットによる打ち上げオーブ・ D1 は2013年9月18日14時58分2秒22、中部大西洋地域宇宙基地中部大西洋地域、宇宙基地第0発射台からアンタレス110ロケットで、打ち上げられ、 地球低軌道へ投入された。打ち上げは、アンタレスの2度目の打ち上げであり、暫定型のアンタレス110型の打ち上げは、これが最後であった。ランデブーは当初ミッションの4日目に予定されていたが、コンピューターのデータリンク問題のために延期された。この細かいエラーは、ISS とシグナスがそれぞれ時計に利用している GPS の小さな不一致に関連していた。また、 その後3人のクルーを乗せたソユーズとマイナス 10M の ISS へのドッキングを行うためにさらに遅延した。1週間後、オーブ D1 はステーションに近づくため広報、制御、安全などの試験を行った。10のテストが成功で終わった後、宇宙機は最終接近に取り掛かり、ISS の下12メートルの位置に置かれた。イタリアの宇宙飛行士、 ルカパルミターノは2013年9月29日7時にインド洋上空でカナダアームに出始した。その後、シグナスはハーモニーの天帝ポートに係留された。シグナスは食料品や予備部品など7 0 0ラムの貨物を搭載していた。積み荷を下ろした後、1 2 9 0ラムの不要品が積まれた。10月22日10時4分にカナダアームには、 シグナスのハーモニー転停ポートへの経流を解除した。宇宙機は、その後ステーションの下の解放位置に動かされ、11時31分にロボットアームから解放された。その後離脱噴射を行い ISS から離脱した。o ブ d 1は、軌道離脱のために10月23日17時41分にメインエンジンに点火し、大気検査突入を行い、 18時16分ごろ、南太平洋上の大気圏で燃え尽きた。ありがとうございます。